はい、はい、はい、今日は、ね、YouTube もやってらっしゃる、あ、もうまだ、はい、まだ全然できてないですけど、はい、野中さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というかもう今終わったところなんですけどね、はい、リラクヤに初めて来ていただいて、前には お会いして、ね、ケンさんとかとお話ししたんですけれども、はいはい、サイズ感が違いますけど、リラクヤ受けていかがでしたか？いやー、ですね、YouTube でずっと画像を見せていただいてですね、まあ、結構私も年末年始疲れ切っていたんですけども、はい、花澤さんに癒されたいと思って、はい、今回来ました。ありがとうございます。もう間違いなかったです。あ、どこら辺が良かったですか？あの繊細な指先がですね、この私のお肉に突き刺さるのがもうあっ、よかったです。あ、よかったです。喜んでいただきました。今日は基本の120分でたっぷりとね受けていただきました。あ、野中さんのチャンネル、なんかチャンネル名とか、はい、チャンネル名あるんですけども、はい、まだ2個しか上がってないのでそれからちょっと頑張っていこうと思います、はい、充実させていくということで、はい、はい、よろしくお願いします。野中さんはすごい勉強家で、ケンさん の、ね、セミナーに行かれたりとか、はい、いろいろ勉強させて、ね、お客さんに犠牲になってもらってますもうでもお店でマッサージもされてるんですよね。はい、やってます。はい、野中さんの受けたいって思った方は、ね、車好きの方はいいと思います、はい、車のエンジン音を聞きながらマッサージができるので、そうですね、飽きは来ないと思いますということなので。ちなみに野中さんは私の彼氏募集にも候補してくださるということで言っていただいたので、はい、はい、仲良くしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、2月の13日土曜日に、私と、リタジネン坪シアツの水谷平さんとですね、スカイのシアツ師ケンさんと、あと本和華堂のガチガチ専門下川さんと、この4人でセラピストフェスを行います。場所は亀戸ライティングハウス東京で行います。詳しくは他の動画に載ってますので、それぞれ宣伝もしてますのでよろしくお願いいたします。で、私の方の申し込みフォームから、ご来場いてくださった方にはですね、こちらのシアセルマの試供品サイズのものとですね、説明書といろいろ一緒になったものをお渡ししますので、よろしくお願いいたします。また別でプレゼントもご用意いたします。こちらはですね、販売もいたします。販売するものはこちらのサイズになります。じゃあ3500円での販売になりますけれども、はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。